CP3XD のエクステンデッドデータを使えば周辺原稿とレンズディストーションを自動補正することができるので精度の高いマッチムーブを実現する 3D トラッキングが可能になりますここではコンポジットソフトウェアの n u e を使った具体的な制作ワークフローを紹介しますカールツアイスのオフィシャルサイトではエクステンデッドデータを活用するための説明書や プラグインンなどがダウンロードできます今回はヌーク用に用意されたインジェクションツールとプラグインをダウンロードしそれぞれ使用するパソコンにインストールしておきます RED で撮影された R3D のフッテージそのものにエクステンデッドデータは記録されていますただしこのままではエクステンデッドデータを読み込むことはできませんので手順に従い準備をします n u クでエクステンデッドデータを読み込むためにまず使用する R3D の素材を EXR の連番にする必要があります EXR であればこの後エクステンデッドデータを焼き込むことができます連番に変換する際にはメタデータをすべて移行しておきましょうコマンドプロンプトを立ち上げ ダウンンンローードししたインジェクションツールを動かします説明書にある PDF からコマンドをコピーして一度テキストツールなどにペーストします。R3D のデータがあるソースファイルのディレクトリとファイル名、EXR のある保存先のディレクトリとファイル名を上書きします。上書きしたテキストをすべてコピーしてコマンドプロンプトで指定して実行してください。これで編集に使用する EXR レンズデータが焼き込まれ、準備が整えます。ヌーク e のツアイスプラグインは、EXR に焼き込まれたエクステンデッドデータを読み取って、撮影した映像の周辺原稿とレンズディストーションを自動で修正することができます。先ほどの EXR の連番にノードを加え、プラグインを当てれば、瞬時に変換が行われます。 ノードで修正をかける際は、まず周辺原稿から補正して、ディストーションを補正しましょう。カメラトラッカーパネルで、ノーレンズディストーションを選択し、センサーサイズなどの設定を行い、補正したクリップの 3D トラッキングを開始しましょう。 補正が施された素材の 3D トラッキングではとても精度の高い結果を得ることができますまたヌークでの合成作業が終わり次第プラグインを使って一度補正した周辺原稿とレンズディストーションを再び戻すことができるのでよりリアリティーある合成を目指せますまた周辺の露出が補正されていれば画面全体で露出が均一になるためカメラプロジェクションやキーイングなどに役立ちます もちろん、新たに配置した 3D オブジェクトも違和感なく合成させられるわけです従来の作業に比べて圧倒的に効率的でレベルの高いマッチムーブと VFX をエクステンテッドデータは実現しますヌーク以外にも Adobe AfterEffects 用のプラグインも用意されていますエクステンテッドデータの詳細は使用説明書をダウンロードしてご参照ください